以上です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はですね、こちらのデッキ、やっていきたいと思うんですけれども、こちらのデッキですね、先日、麦が、使って世界一位に行っていたんですよ。なんですけど、見た感じ、まあ、めちゃくちゃに弱そうじゃないですか。で、俺最初このデッキを見た時に、うわ、弱いな、このデッキ、誰だよ、マジ使ってんのと思って、ランキング見たら麦が使ってて、動画見してみって思って、さっき見たんですよ、動画を。そしたら、何も開けねえよ、このデッキ。って思って。本当にね、このデッキ、すごくバランスがいいんですよ。で、もう、陸受け枯渇もできるし、こういうので呪文枯渇もできるみたいな感じの最強デッキです。ってことで行きましょう。よいしょ。はい。なんでね、俺はね、普通に見たら最弱デッキだと思っていたんですよ。だけど、もうね、さっき、動画を見たんで、立ち回りがね、完全に分かっちゃったんです。なので、もう、使い得デッキに変わりました。なので、皆さんね、俺の動画を見たら、みんな、うわ、使い得じゃんってなると思うんでね、ぜひ見てほしい。さあ、来ましたー。よーし、行くぞー。さあ、とりあえず、雪玉かなー。まあ、マジアチャエレキ、ムートは、基本ね、多分切らないで、あ、こういうなんか相手が出してきたら使っていいんですよ。全然ね。全然いいんだけど、基本切らずに、なんかこう、多分その陸受け枯渇シリーズで、とりあえず回していくっていうのが強いと思う。惜しいっすね。いや、どうしよう。いや、これ、ゴースト合わせるの絶対違うな。絶対違うわ、これ。いや、絶対違う。あ、落ち着けよ。お前ら落ち着けって、マジで。はい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 。これね、ハンターで、相手やりましたね、これ。完全に。これ囲めば、OK。カゴメなんですよ。OK。で、相手はハンター、弥生ってことは、まあ、基本ジャイスキャラだけど、ボーラージャイ、ハンターってことは、ライトニングのジャイとかまで見える。ちょっとステイですね、これは。ちょっと。貫かしてちょうだいっていうところで、ああ、いいね。はい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 。俺の渾身のネタも刺さる。さあ、これ一回、まあ、トルネさすがになさそうなんで、いや、ワンチャントルネ？トルネやゆき。ああ、ないよね。ああ、いや、いいハンター！うまハンター！はいはいはい。いいよ。で、まあこれで、左にババが来るかな。なので、ああ、なるほど。これね、高め真ん中マジアチがマジで強えのよ。なるほどね。そういう戦い方してくるんだ。一回これ逆行きましょう。ラッチが開かないです。ラッチが。ラッチ赤ですね。これ相手陸受けないんじゃない？ジャイぐらいしか。ああ、最悪！いやもうスケ最低だわ、こいつ。なるほどね。いや、あと1枚。いや、ジャイスキラっぽいよな、さすがに。いや、ライトニングじゃないと思うんだよな、俺。陸受けない問題、また来ますね。ああ、なるほど。このね、スケがあることによってね、相手結構手札の中身ごちゃごちゃになると思うんだよね。今日、おいしいっすね、これ。両サイドに形が作れるといいですね。でこれ多分左角にボーラー来ると思うんで、こっちに出していって、あー、先にそういうパターンね。よいしょ。はい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 、いいよ。あ、 OK、 いいね。
これムートがマジで強いから裏マジアチャして、はいはいはい、寄せてくる、寄せてきてもあんまりね、あんまり意味をなさない。さあこっちに飛ばしていく、あ、OK ってことは裏これババ来るんで、よいしょ、はい、施設になる、あの施設になったババ、あ、OK、やべえ、これやりすぎたな完全に。やべ、俺ってこういうとこから負けるやつだからな、マジで。あー怖い、マジで乱れたわ本当に。 OK、 ハンターかババしかいない、ハンターかババしかいないってだけで別に攻めが取るとは言ってない。 OK、 来た GG、 よし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 。こんな感じでね、ジャイとかも意外と施設は、まあ、緊急のね、まあ、1回だけ出したあのゴブドリを出して、まあ、こう緊急で守ることもできるんだけど、まあ、基本ね、こういうムートエレキとかで、ね、止まるんだよね。そうだからね、このデッキマジで強い。さあ来た、これマジでね、このデッキ本当にマジでね、見た目マジ弱いんだけど、見た目マジ弱いんだけどね、強いんだよね。やっぱ個人的にこのスケがね、なんかこうペッカとかにも入らないじゃないスケだけど、入ることによってそういうなんか細かい受けも噂してたら来た。ペッカにはムートですね、とりあえずムート合わせて、でこういうのもねスケで合わせてペッカを守ることもできるし、回転も速くなるから、こう今みたいにゴーストというのが当たるじゃないですか。で2周目俺の方が早いんですよこれ。はいはいはい、めっちゃいい防衛ですよこれ。 OK、 先にちょっとぶち抜いておきます。まあこれはね、正直雪はまだタルエレキとかあるんで、まあ一旦していいですね。はい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 、まあね、タル咲いたんでここ行っていい気すんな俺。結果出すんかな、あ、出さなそう。これ表言うのでぶち押す、いけ、 OK、 いいね、めちゃくちゃいい。やべ、これタルとか来そう。これエレキも食らいたくない。 OK、 雪玉かな、はい、一発頼むよエレキ。ああなるほどね。で、まあ、ここは樽もある、一旦ステイかな。なるほど、いやこれマジアチャ貫いて良さそう、バレるかな普通に。 OK、 熱っ、それは熱い。はい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 、めっちゃいい防衛。あ、これでも前ペッカ来そうだな。いやワンチャンでも溶かせそうだな普通に。はい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 、いいね。よいしょ、いやいいよ、俺の方が走る。 OK、 でかい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 、よし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 、これスケを縦にすると2回受けれる豆地ですね、豆地。はい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 、いやこのムートがマジで熱いなこれ。はい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 、いやペッカに強いよムートが。でドリルはね攻撃にも使えるくせに、いざとなったらねこういう防衛にも使えるんですよ。こ
これが強いんだよなマジで。これライト打たれそう。でもこれちょっと一回立てします。ですよね。よいしょ。いやめっちゃ入るこれ。よいしょ、いいよ。これ突破できそうなんだよな普通に。はい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 、いやいいね。あと1000か。じゃあまあ高めムートで GG ですね。これライトニング打てない。この布陣。OK! あなたあれやだ。この布陣。GG ありがとうございます。さあ、いいですね。いやー、ペッカラムとかにもね、ぶち寄せるんですよ。でもその、守った後のカウンターが超強いね、これ。いや、いいよ。マジでいい。このスケがマジでいい味出してんだよな。ここがこう、やっぱタルババとかだとね、まあいつもの神器っていう感じなんだけど、このスケって呪文が雪玉だけっていうのがこうやっぱいいよね。うん。まあでもスケ気に入らない人はね、もう思い切ってライトニングとかにしちゃってもいいと思う。正直。さあ来たぜ。お、はい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 、うわー、なるほど。俺さすがに枯渇だよな。これクロスだったらやだな俺。あーオッケーオッケー。このねレイリー若い目を摘むんじゃないよっていうね、このレイリーがね強いんだよね。よいしょ。めっちゃ適当に話してたわ今。はいはいはい。あ強い、間に合い。 OK。今の8枚プリン抑えたかったな。あれ一発めちゃくちゃダメージあるからなマジで。ちょ一回横で揺さぶり入れます。はいはい。あじゃあちょっとバレるかな、警戒してきそう。はいはいはい。これ左許容できるね。バルキリーをした後だから。はいはいはい。熱いですね。ワンチャン近畿あるこれ。大丈夫？あば。はいはいはい。なるほどね。いやーめっちゃうまい。はいはいはい、いいよ。バレル来るかな。いや微妙だなこの言うの、めちゃくちゃ微妙。クソ、いけ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 。ああ、はい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 。やっぱ基本前だよね。でも
オッケーオッケー。ドリルの着地ダメージだけで倒したい。あとこのスケを次は撃ち抜きたい。そろそろカエル読みするんじゃない？テスラ反応。うわ、早っ！ガチ？あ、いい。よいしょ。さすがに？はい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 。はいはい、さすがに。おいしょー！じじい！いや、でけえ、これ。オッケーオッケーオッケー。このユーノカバーが今よかったね。オッケー、いいですよ。さあ、行きましょう。いや、マジでこのデッキ強いんじゃね？で、麦が言ってたんですよ。とりあえずこのデッキは、まあ、初手にドリル飛ばして、雪玉が安牌ですね。って言ってたんで。この雪玉でね、とりあえずドリル雪玉、初手にあったら飛ばしてそこでダメージを稼ぐっていうのもね、ちょっと大事かもしんないね。いやー、さっきな、オープネオ！さあ、来ましたー。いやー、このファイスピは食らえねえよ、さすがに。ディガーナイト。うわ、ん？違うかな。なんだこれ。あんじゃこりゃ。とりあえずこれちょっとトルネある可能性あるんで、ゴブドリ、トルネ起動されない位置に飛ばして、うわー、これアイスイーザーあるわ絶対。あっつ。マジか。なるほど。やべ、これ間に合わんな。おお、いや、これさ、金取るのあるよな絶対。ナッポナイッポナッポだこれ完全に。絶対ねえわ。やばいやばい、俺のマジ違う、うん、エレキか。はいはいはい、ダリーってそれ。いやー、際どいなこのエレキ。ファイスピに構うのはいいのかな。ちょっとスケ温存したいですね。次のファイスピにギガー拾うのに出したいところではあるが、いや、これは出していい。うわ、最悪だわ。なるほど、ホグか。やばいな、それ。ホグ来るよね、これ。はい。いやババかな？また、はいはいはい。なんで？ケツムートは幸せだな、マジで。ケツムートできんな、ガチで幸せ。これ来ますね、ババが。
ババちゃんが来る、ババちゃんが。キングマイムート、幸せ。いやー、熱い。熱い。あワンちゃん逆サイ。ああ。いやー明らかなるハードカウンター、こっちの方が。でウッドが足前に来て、はいはいはい、もう一回攻めちゃう。よいしょ、完璧です。もう一回攻めちゃう。よいしょ、これ今度逆いきますね。これあれいかない、おらー来たいや、わけわからんデッキに強い。これオッケー、いいね。いや俺よくこういうデッキに負けるからマジ嬉しいわ、こういうのに勝てんの。いやマジでね、あれですね、これもう呪文ない相手にめちゃくちゃ有利ですね。もうとにかく後ろからこれムートとかマジアチ出してるだけで、あの2倍3倍になっていくにつれて有利になりますね。多分1倍でシャシャんなきゃ勝てそう。はい、ということでね、今回このデッキ待って、はい、ということでね、今回このデッキ使っていったんですけれどもね、まあ、麦もね世界一に行ってたし、もう俺もこれほぼ世界一みたいなとこあるんでね、ぜひ皆さん、使い得なんで使ってみてください。ということで今日はこの辺で終わりです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。